さあ、ということで始まりました安縛りということで、秋元康さん縛りということで、略して安縛りということで、配信させていただきたいと思います。おめちゃくちゃ歌った。ですね、安縛りということで、私はもともと AKB48 におりましたのでちょっと待ってくださいめちゃくちゃ声出しまくって、これめちゃくちゃリハーサルも含めて何十回もやったんですけど、もうほんとこれでね、終わりということで、ちょっとやばいさあ、いい声でやっていきたいと思います。ということで、私はもともと AKB48 でしたけれども、ですので、安縛りということで、秋元康さんの、歌詞を書かれた楽曲をに縛って、今回も配信していこうと思うんですけど、まずコンセプトを一回話しますと、安縛りというタイトルではあっても、やっぱり私が AKB48 であったっていうことをご存知の方はですね、やっぱり思い浮かべるこう衣装というか、コンセプトとしてしましては、やっぱアイドル側の方を予想されていたと思うんですよね。もう私もそっちを当初は想像していたんですよ。想定していたんです。けど結局ですね、家に制服がなかったっていう、AKB っぽい衣装がなかったって、結局あったのが、この、スーツだっていうことで、結局こういう秋元康先生の、コンセプトになりました。そっちかいっていう感じで思われた方って結構多いかもしれないんですけど、これでいきますっていうことですね。でもやっぱり正直な話をすると、いまだにちょっと正直言うと、未だに迷っていて、どれぐらいやりきっていいものなのかと、すごい2週間ぐらい悩んだんですよね。前回前々回はですね、1980年代縛り、2000年代縛りっていうことで、その時代に流行った喋り方とか衣装とかやれたんですけど、今回も完全にもう特定されているというか、固有名詞というかその方しかいないので、これってどこまでやっていいのかと、でもどこまでやっていいかとか迷っている段階でちょっと失礼じゃないかとか、いやでも、いや、やることがダメなんじゃないかとか、いやだけどやっぱりやりきらないっていうのもどうかなとか、なんかそんなことをずっと永遠と繰り返して、結局今日まで答えが出ずに今配信をしているという形でございます。でもやっぱり私は本当リスペクトゆえのというか、リスペクトがあっての今回この感じにさせてもらっているので、そのリスペクト話をすると、また話が長くなるんですけど、一旦ちょっとピアノ弾くか。今回あんまりこう形を作り込まずにやりたくて、なんでポロポロと適当に弾いていくので、はいじゃあ歌うか。この曲はとりあえず弾くか。そのね、はい、どうしようかな。私は厳しいです。
曲は初日っていう曲なんですけど、私が弾き語りというか一人で歌を歌うきっかけになった、弾き語りです。16歳17歳ぐらいの時に、なんかこれを弾き語り、ピアノと歌で弾き語りをした動画を載っけたんですよね。 YouTube だったのか、なんか当時のなんか SNS に。それからいろいろいろんな機会をいただいて、で本当に今があるっていう感じなのでね、まあ17歳としてはまあすごいチャレンジだったんですけど、すごいそっからこういう今もこうやって続けてるので、これでね結構知ってくださった方も多かったりして、初日っていう曲です。この曲はもっとアップテンポなんですけど、原曲はもっと歌ったり踊ったりしてる曲なんですけど、それを弾き語りバージョンにしてやってましたね。次、何分なんだろう、どれぐらいやってんだろう。意外と今日早く終わっちゃうかも。人が溢れた交差点をどこへ行く、似たような服を着て似たような表情で、群れの中に紛れるように歩いてる、誰かとチャラララララ、何を食べるのだろう。乃木坂と欅坂さんのやつを歌ってみたんですけど、とっても難しい。そうで、なんだっけ、そう、そのリスペクトの話なんですけど、最近気づいたことがあって、私もともと AKB で10年やったんですけど、結局今回本当これ本当の本当にマジの本当の方で、私秋元先生大リスペクトしてるんですよね。っていうかそれを AKB 時代の時もしてたっていうことに最近気づいて、もちろん AKB のアイドルとしての仕事はもちろんやってましたけど全力で、けどよくよく考えてみると10年間なんで続けられたのかっていうのって、秋元先生の歌詞だったりプロデュースのものだったりっていうものに惹かれてやっていたなって思って、今になって、まあ、一人で今いろんな部分で自分で意思決定できるところにいるっていうか、今だからいろいろ自分で決めて動いてるんですけど、なんか本当に
そういうことをやってるときに、ああ、私は秋元先生のなんかそういう力とかそういう発想とかっていうので動いてたし、やっぱ本とかも読んで参考にしてたし、うん、そう、だからさっきも言ったように10年間いたのはやっぱ秋元先生のグループだったからなんだなと思って。だし、もちろんアイドルをやって楽しいっていうのはそうだけど、まあ、AKB グループ自体も秋元先生のそのなんかもの、秋元先生リスペクトで続けられたっていうのは AKB の醍醐味ですよね。っていうか AKB がそういうなんかこう器が広いというか、こんな私でもいさせてもらえたのはっていうこと最近思ったりして、で先日17周年だったのかなって聞いたので、まあ、今回このタイミングで安縛りをやってみました。じゃあちょっと早いっていうか、もう今回スパ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 行っちゃったんでスクショタイムしたいと思います。では行きます。撮れてますか？本当はね、秋元さん の声のトーンとかいろいろちょっと真似してみたんですけど、本当どこまでやっていいのか。今はやっぱネット時代ですからね、どこで誰がキャ動画だったりその発信したものをキャッチしてるか本当わからない、すぐ見つけられてしまう文化ですから、時代ですからね、なるべくご本人の耳に目に入らないことを願ってこの配信をそろそろ終えたいと思います。じゃあ最後に歌おうと思うんですけど、あ、その前に私が毎回この動画の中でお知らせしてるオープンレックなんですけど、今回はこの配信が終わった後にオープンレックのラジオ配信をやります。今回練習動画、今まで練習動画を出してたんですけど、今回も練習動画を撮るタイミングをもう見失ってやってしまっていたので、今回は練習動画ではなくラジオで近況の話だったりとか今何やってるんだっていう話を配信するので、リンクを貼るのでぜひ聞きに来てください。さあということで次の曲を歌うんですけど、これはピアノはもう弾かないんですよ。で音源を流したいと思うんですけど、最後に歌うのはもうじきクリスマスということで、クリスマスキャロルの頃にはを歌おうと思うんですけど、これは稲垣潤一さん の曲で、秋元先生が作詞されて稲垣さんが歌われて、で編曲が、清水信之さんなんですよね。で信之さんという方がアレンジをされてるんですけど、いつかな、もっと前だろうな、2016、7年ぐらいの時にそれこそ稲垣潤一さんとご一緒させていただいた時にアレンジしてくださって、信之さんが、で私が小学生の時にも一回お会いしてるんですよね、信之さんに、っていうなんかこう昔からのご縁もあったりして、その2017年に私がこのクリスマスキャロルの頃にはを一回 YouTube でカバーしたんですよね。でその時に信之さんがその私のこの YouTube 用にアレンジを、そう、本家のアレンジャーさんがまたアレンジをしてくださったという、クリスマスキャロルの頃には私が歌うバージョンでのその音源2017年作っていただいたのを、そういえば今回本当弾き語りでやろうと思ったけど、いやなんかちょっと違うなと思って、あるかなと思って探したらあったので、今回その2017年もう5年前に作ってくださったその信之さんのアレンジで、もうカラオケみたいになっちゃうんですけど、それで歌って締めたいと思います。じゃあ流すか。ちょっとこれどうやったらいいんだろう。
こうしてこうでどうだ、そうだね、こうでこうだ、はい、ということで、まあクリスマスですよ。今年のクリスマスはどういうクリスマスになりますか、皆様。お一人お一人が、かけがえのないクリスマスを送れるように願って歌わせて。ということで、クリスマスキャロルの頃にはをお届けさせていただきました、お届けいたしました。それでは皆様良いクリスマスを、そして良いお年をお迎えください。今年は、縛り配信をラストにしましたけれども、来年は様々な、コンテンツを YouTube に上げていきます。ぜひ皆さん、ここからまた新たな一歩として来年からやっていきますので、せっかくたくさんフォローしてくださっている、登録してくださっている皆さんに、また面白い仕掛けをお見せできるよう精進していきますので、ぜひ見てください。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。